名屋ダムは青森県中津軽郡西名屋村一級河川岩木川本流上流部にかつて存在していたダムである。建設省東北地方建設局が施行し青森県が管理していた高さ五十八メートルの重力式コンクリートダム。とある岩木川特定地域総合開発計画に基づく岩木川総合開発事業の一環として岩木川の治水と 水力発電を目的に建設された多目的ダムである。ダム再開発事業として直下流60メートルの地点に津軽ダムの建設が進められ、2016年に津軽ダムの完成に伴い水没した。ダムによって形成されていた人造湖は宮間湖と命名された。古城川原市付近を流れる岩木川。岩木川は青森県を流れる河川としては、 最大規模の河川である。1993年に、世界自然遺産に登録された白神山地にあるが案、森岳を水源とし、ダム地点を通過すると、岩木山南独を東に向かって流れ、弘前市に至る。その後は向きを北に変え、弘前市、南津軽郡田舎建村、南津軽郡藤崎町の境で、水系最大の支流である日向川を合わせる。 以降、北津軽三板柳町、鶴田町、中泊町、津軽市、五所川原市を流れて、三角州を形成しながら13湖に行ったり、13湖大橋を経て、日本海へと注ぐ。流路延長 102km、流域面積、約2540平方キロメートルの河川であり、流域内の人口は約48万2400人を抱える。ダムは、 岩木川の上流部、白上山地の入り口にあたる安門の滝下流に建設されている。ダムの名称は、所在地である西目屋村の目屋から命名された。岩木川は、上流部では、白上山地をはじめとする山間部を流れるが、河川勾配は急であり、かつ、降水量も多い。このため大雨や、融雪の時期になると山間部に降った雨や雪は一挙に、 下流の津軽平野に流れ込む。このため水害の被害は、弘前藩時代から繰り返し発生していた。こうした中で1911年、当時河川行政を管轄していた内務省は、日本の主要な44河川を対象にした全国主要河川改修計画を策定し、その第一期指定河川に岩木川が選ばれたことから、内務省直轄による、 河川改修事業が計画された。1917年には岩木川改修計画が策定され、この中で計画降水流量が初めて算定された。岩木川川口における流量を毎秒1670立方メートルに定めて、これに基づき1921年より内務省直轄の第一期岩木川改修工事が開始され、 堤防建設などの河川改修を進めたが1935年当初計画で定めた計画降水流量を超過する水害が発生し計画の見直しを迫られた。翌1936年当初の計画を改定し川口部の計画降水流量を毎秒2500立方メートルに工事期する計画に改められた。ところが実際にこの計画に沿って 河川改修を行うと、すでに完成している約2 0トルの堤防を再改修する必要があり、工事に伴う用地買収などで財政的、時間的な困難を伴うことが明らかになった。一方、岩木川流域は青森県の代表的な特産品でもあるリンゴ栽培をはじめ、稲作も盛んに行われていた。 特に稲作については年間の収穫量が90万国に達する一大国層地帯であったが、水害による農作物への被害がたびたび発生する一方で、小雨による干ばつの被害も多かった。このため1660年には、広崎藩第三代藩主、津軽信政により、周り勢をため池が建設されたのをはじめ、多くのため池が建設されている。しかし安定した。 用水供給には至らず、流域の住民はより安定した用水の確保を望んでいた。加えて、青森県の人口増加は、電力需要の増大にもつながったが、需要に応えるだけの電力設備に乏しく、他県から電力を融通するありさまだった。このため県内の産業育成を図る観点から、当時日本各地で盛んに実施されていた水力発電開発を行うことも、 喫緊の課題となっていた。岩木川改修計画が困難に直面していた、この時期、日本の河川行政は大きな転換期を迎えていた。東京帝国大学教授で内務省土木試験所長の職についていた、物ノノベオが1926年に論文、我が国における河川水量の調節並びに貯水事業についてを発表。 従来単一目的で建設していたダム事業を、地水、利水の両面で活用して、河川の総合開発を図る必要があることを主張した。この物のノ,ノ論文は提言として、内務省内務議官で、荒川放水路建設の葬式を取った、青山市により1935年に採用され、以後国策として、多目的ダムの建設が推進されるようになった。 こうした国の動きに先んじ、青森県は日本全国に先駆けて多目的ダムによる河川開発を計画した。岩木川の支流である日向川の二次支流、浅瀬石川上流部に洪水調節と水力発電を目的とした沖浦ダムの建設に1934年より着手。太平洋戦争の戦局が極めて悪化している中でも工事は続行され、 1945年に完成した。こうして岩木川水系は多目的ダム建設の先駆けとして注目を集めたが、なおも岩木川本流における河川開発には課題が残されていた。終戦を迎え、日本各地では戦争に伴う河川事業の停滞と森林の乱発による保水力の低下により、1947年の カスリーン台風を皮切りに日本各地で多数の死傷者を伴う災害が毎年発生した。加えて極端な食料不足や空襲、設備国士による発電所機能の減衰に伴う停電の頻発は治安維持の不安要因にもなっていた。こうした状況を有料した内閣経済安定本部は治水、食料増産、電力安定の供給を図るため、 モノノベ論文をさらに発展させた河川総合開発事業の計画を関係する各省庁と接触し、1951年河川総合開発調査後可燃計画を策定した。この中で、戸和田湖の豊富な水量を利用した水力発電、灌溉事業を核とするお入らせ川水系とともに、岩木川水系は河川総合開発事業の対象河川に指定された。 これにより、岩木川本流に多目的ダムを建設する計画が立案され、調査の結果目安地点がダム建設の適地として選ばれた。また、この動きに前後して、第三次、吉田内閣は広域かつ強力な河川、総合開発を行い、地域の農業、経済発展を促進する狙いから、国土総合開発法を1950年に施行。 立候補した数多くの地域から19地域を選定して特定地域総合開発計画を策定した。東北地方では北上川、成瀬川水系を対象とした北上特定地域総合開発計画、ただみ川の水力発電事業を根幹とするただみ特定地域総合開発計画をはじめアニタ沢、最上といった地域が特定地域に選ばれた。 青森県は当初特定地域の対象にはならなかったが、1953年より特定地域に指定するための調査が進められ、1957年10月に岩木川水系及び戸和田港を含む奥入瀬川水系を対象とした戸和田、岩木川特定地域総合開発計画が閣議決定された。こうした動きにより、すでに建設に取り掛かっていたベアダムは、 とはだ岩木川特定地域総合開発計画の中心事業の一つとして重要な位置を占めるようになった。岩木川の停滞した河川開発の有効な打開策として1 9五十年により建設事業が開始されたメアダムであるが、ダム建設に伴い西目山村砂瀬集落と河原平集落で合わせて八十三個九十二世帯、水田四十九点三七ヘクタール。 二十29.45ヘクタール、三輪32.8ヘクタールが水没することになる。地域コミュニティを混乱に陥れるダム建設は当然地元の反発を招き強烈な反対運動となった。このため着工から4年間は保障問題に関する具体的な進展を見なかった。移転対象のうち86個が対象となる砂越地区の住民は メアダム、砂ナコセブラク対策委員会を1954年3月に結成し、施行主体である建設省東北地方建設局、青森県との交渉に当たった。同年5月、委員会側は移転などの損失保障に関する算定基準が、関係者の協議で決定しない限りは、ダム本体工事の着手を認めないという強い姿勢を取り、 保証基準の作成を建設省に対して強く特促した。当時、ただ川では、タゴソーダム保証事件が連日報道されていたほか、北上特定地域総合開発計画の中心事業の一つである、ユダダム、花山ダムや、アニタ沢特定地域総合開発計画の中心事業であった鎧畑ダムで保証問題が紛糾していたことから、 移転住民と事業者双方が慎重な対応をとっていた。度重なる協議が行われて1955年1月5日に調査開始の許可を委員会側から得た建設省はダム調査と並行して移転者の土地、財産など保証金額に関わる所調査を実施。9月30日に保証基準発表説明会、12月22日に移転保証費の発表を行った。 委員会側はこれを精査し、住民の納得が得られたことで1956年2月12日、保証基準に住民が一斉に調印し、足掛け6年にわたる保証問題は解決した。こうした中、下流の受益地の住民から一つの動きがあった。それは、受益地の住民が移転を余儀なくされる砂後瀬、河原平集落の住民に対して米を一握り、 差し出すという義援金運動を行ったことである。度重なる水害や水不足に悩まされた岩木川下流の住民たちは、自分たちの悲願のために犠牲となる移転住民に対し保温と感謝の気持ちを表すため、津軽平野に住む全住民を対象に、米一握り運動を展開した。当時の米の価格は白米1 0キロで870円であり、 教師の初任給が1万円だったことを考慮すると、決して安くはない。しかしこの運動によって集まった義援金代わりの米は、金額にしておよそ150万円にも上った。こうした下流受益地の住民たちが起こした、米一握り運動は、移転住民たちの心を動かし、1956年の保証基準一斉調印に結びついた。 津軽平野住民の悲願を達成させるために住み慣れた、故郷を離れるという苦渋の決断をした住民は、一部が広崎市に転居した以外は、湖畔周辺に新たな居を構えた。ところが一部の住民は、津軽ダム建設によって、再び移転という苦難を味わうことになる。ダム下流3キロメートル地点にあった岩木川第一、発電所。同、跡地。 メアダムの建設地点は、右岸が,がややなだらかであるが総じて狭い谷になっていて、その奥は小規模な盆地のようになっている。従ってそれほどダムの規模を大きくしなくても、貯水容量を十分に確保できるというダム建設には、優れた地形だった。また地質も、奇跡安山岩が主体で、コンクリートダムを建設することに、問題はなかった。 保証交渉打結後1956年9月より本体工事を開始し、3年の歳月を経て本体工事を終了。1959年11月20日からダムに試験的に貯水を行って、ダム本体や周辺地盤などの安全性を確認する試験淡水を行い、翌1960年に完成。 同年7月1日より建設省は青森県に管理業務を移管させた。総事業費は当時の額で約23億円である。ダムの目的は洪水調節、不特定自水、水力発電の3つである。洪水調節については津軽平野に大きな被害をもたらした1935年の水害を基準としダム地点における 計画降水流量を毎秒500立方メートルに定め、そのうち毎秒450立方メートルを貯水して下流への流量を毎秒50立方メートルに抑える。これにより、岩木川川口部における毎秒2500立方メートルの計画降水流量を毎秒2100立方メートルに低減させる。不特定利水については、 津軽平野の機械根のうち12,183ヘクタールと新機械根のうち441ヘクタールに対して、農反期の5月から9月にかけて、最大で毎秒2787立方メートルの用水を補給する。そして、水力発電については、ダム下流約3キロメートルの地点に、青森県営のダム水路式発電所、岩木川第一発電所を建設し、 認可出力1万1 0 0 0ットの電力を発電する。これにより、岩木川における、長年の課題であった地水、管外用水供給、水力発電開発が、メアダムによってまかなわれることになった。なお当初の計画では、メアダムの下流約6キロメートル地点に、長面ダムというダムを建設する計画があった。これは、岩木川第一発電所から放流される水を、 長面ダムで貯水することで、下流の流量を安定化させる逆調整機能を持たせると同時に、ダムから取水した水を下流に建設する岩木川第二発電所に送水して、認可出力2 0 0 0ットの発電に利用するというものであった。しかし長面ダム、岩木川第二発電所については、計画が立ち消えになっている。また、岩木川第一発電所は、完成から長らく、 青森県が電気事業者であったが、2008年3月31日に6億3500万円で東北電力に譲渡している。2013年の津軽ダム。ダム後方にメアダムが見える。2015年の津軽ダム。本体はほぼ完成し、メアダムの姿は見えなくなっている。完成したメアダムは完成直後に、 津軽平野を襲った1960年8月の洪水や1975年8月の洪水において、早速洪水調節機能を発揮し、流域の被害を抑制した。とはいえ完成から48年の間にメアダムで定めた洪水調節量を超過する洪水が、実に21回も発生し、特に、 中国地方の河川をことごとく暴れさせた1972年7月の昭和47年7月号を追うと1997年5月の融雪洪水では調節量を大幅に超過する洪水が岩木川を襲い流域に多大な被害をもたらした。またダム完成以降も農地の拡大は続き、それに伴い水不足も次第に顕在化。 メアダムだけではまかないきれず2年に1度の割合で給水制限が発生した。このうち気候変動が顕著となった2000年代以降にひどく2007年と2011年に流域を襲った水不足はメアダムの貯水がほぼ枯渇し上水道の給水制限が行われるなど特に深刻であった。対策として新たな総合開発計画が 岩木川水系で練られることになったが、この中で既存のダム機能を強化するダム再開発事業が岩木川水系では採用された。その第一弾として1945年に完成した多目的ダムの先駆けともいえる沖浦ダムの再開発事業である浅瀬石川ダムが1971年より計画された。従来の沖浦ダムを大幅に凌がする規模の 朝瀬石川ダムは1988年に完成し、岩木川流域の地水と離水に死しているが完成に、伴い沖浦ダムは水没した。そしてメアダムにおいても再開発計画が進められた。1972年、青森県は第二木屋ダム計画を発表。メアダム直下流に従来規模を上回る大ダムを建設する計画を打ち出した。この計画は、 朝石川ダムが完成した1988年に建設省に継承され、名称を津軽ダムに変更し、特定多目的ダム法に基づく特定多目的ダムとして建設事業が開始された。水没個数177個というメヤダムを上回る保障問題があり、中にはメヤダム建設で移転した住民が再び移転するということで、 反対運動は強く、2016年の完成まで、実に28年の年数を費やした津軽ダムではあるが、完成に伴いメアダムを大幅に凌駕する規模の人造湖、津軽白上湖が誕生し、岩木川水系の治水、離水の向上に期待が持たれている。津軽ダムは、メアダムの治水、離水機能を維持しながら、本体工事を進め、2016年に完成した。 津軽ダムの完成に伴い、1960年の完成から56年にわたり、津軽平野の発展を支えてきたメアダムは、その役割を終えて水没した。また岩木川第一発電所は、津軽ダムにより発電所取水口が水没してしまう、ことからダム完成に伴い廃止された。津軽白上湖。津軽ダム上流に残された古いコンクリート課台が、 メアダム跡の目印となっている。津軽ダム2号水質保全ダムと新しい宮山湖。メアダムの完成により誕生した人造湖は宮山湖と命名された。名称の由来は1959年の完成前、青森県副知事の横山武雄が青い空と緑の樹林がダム湖に映し出されることを願い命名したとされている。完成以後は佐世石川ダム完成までは、 青森県最大規模の人造湖であった。宮間湖は白神山地に近く自然豊かで、湖上には砂越橋という釣り橋も架けられていた。また湖畔には宮間湖温泉が存在したが、これはダム建設に伴い湖畔に移転した旧、砂越集落の住民が温泉を作ったことが始まりであり、水水名を取って宮間湖温泉と命名された。 長らく地域住民の憩いの場として利用されていたが、津軽ダム建設に伴い2004年3月31日をもって閉鎖された。津軽ダム完成後に誕生する人造湖は、浅瀬石川ダムのように、旧ダムの人造湖名を引き継がず、一般公募を募り2012年3月に津軽白神湖と命名することが決定した。宮間湖という名称は、 津軽ダム上流に設置された2号水質保全ダム庫の名称として継承されている。メアダムへは、広崎市街地より、青森県道28号、岩崎西目屋広市前線を、白上山地、安門の滝方面に直進すれば到着する。最寄りのインターチェンジは、東北自動車道大和に広崎インターチェンジ、最寄り駅は、JR 東日本大本線広崎駅、または、 広南鉄道大和2中央広崎駅である。ただし滑水にならない限りメアダムの姿を見ることはできない。ありがとうございます。